次にリバーブなどの残響を加えるために AUX 端子の話をしましょう。この AUX は最初の方で説明した通り音を分岐するものです。チャンネルから入った音はメインチャンネルまで一直線に流れますけれどもこの AUX 線路から分岐されます。ここにリバーブがありますけれども分岐された信号、例えば AUX 線路ド1ですね。 ここから信号が出力されて、こちらのインプットに入ります。そして、この中でリバーブの処理が行われた後に、このアウトプットから、こちらの AUX リターン。センドは送る、リターンは戻るという意味ですので、ここでこう行って帰ってくるわけですね。このように接続するためには、はい、この AUX センドをまずこちらの方で、はい、します。接続したら、 次にリバーブのインプットに接続します。そして次にこのアウトプットからこちらの、はい、リターンの1の方に戻します。このように接続して使います。